大人の皆さん、こんにちは。テクノポップという新ジャンルを開拓し、国内外ともに人気を集め、社会現象にもなったイエローマジックオーケストラ、通称 YMO。 しかし結成からおよそ5年で解散を発表し、その10年後に再結成するも、活動は途切れ途切れとなっています。解散理由は表向きに説明されず、不仲説も浮上していましたが、実は知られざる理由が隠されていたのです。今回は YMO の解散理由や再結成に至った経緯を解説します。細野晴臣さん、高橋幸宏さん、坂本龍一さんはスタジオミュージシャンのアルバイトを通じて知り合い、細野さんの発案で1978年に YMO を結成。コンピュータで制作した楽曲は当時の日本には珍しく、デビューアルバムは国内であまり評価されませんでした。しかしアメリカやイギリスなど世界から高い評価を受け、逆輸入される形で YMO の人気は日本でも高まっていきます。そんな中、1982年には一時活動を休止して個人の活動に専念。翌年、アルバム浮気な僕らを発売して活動を再開。収録曲の君に胸キュンは金棒化粧品の CM 曲としてシングル発売もされており、 YMO 史上最大の売り上げを記録しました。音楽性の変化とともにファン層は変わりつつも、高い人気をキープし続けてきた YMO。 しかし1983年10月、雑誌のインタビューにて散会という名称で解散を発表。散会という言葉を選んだ理由について細野さんは、ファンのためを思って解散という言葉を使わなかったと説明し、明確な解散理由については触れませんでした。 YMO が解散した理由はメンバー内に確執が生じたからであると、後に坂本さんが自叙伝で告白。他のメンバーもレコーディング時の軋轢をインタビューで明かしています。メンバーが語っているところによると、1981年3月に発売されたアルバム BGM をレコーディングしている頃から、3人で顔を合わせる機会が減っていったといいます。中でも細野さんと坂本さんの間に溝ができ、高橋さんはそんな2人を取り持つ役割を担っていました。ある日、細野さんがレコーディングスタジオで宗教の本を読んでいたところ、坂本さんが宗教はドラッグだと言い放ったこともあります。 YMO の音楽に宗教的な雰囲気を持ち込んでほしくないという思いがあり、細野さんを避けるようになったと坂本さん自身インタビューで語っています。また BGM は細野さんの好みが反映された楽曲が多く、坂本さんは自分の好きな楽曲を作れず、レコーディングを楽しめなかったとも明かしています。結局坂本さんがレコーディングに参加しない日もあり、次第に細野さんと高橋さんで YMO の楽曲を制作するように。そして2人のみで作られた Q を聴き、坂本さんはこれは完全に2人の復讐なんだなと感じたと語っています。坂本さんは衝突を避けるんじゃなく、きちんと議論していればまた違った結果になったのかもしれないとも話しており、細野さんとのすれ違いはコミュニケーション不足によるものだと振り返りました。細野さんと坂本さんの間に入った亀裂はやがて YMO 解散の引き金となります。 YMO に確執が生じた主な理由は、人気が高まりすぎたゆえのストレスであることは3人が口を揃えています。1979年初のワールドツアーを開催している間に、日本で YMO ブームが巻き起こりました。帰国後に発売されたアルバム、パブリックプレッシャー、公的抑圧は、YMO として初のオリコン1位を獲得。富士カセットの CM にも起用されたことで、どんどんと認知度が高まっていきます。YMO の発案者である細野さんは当初、メンバーの個性を売りにしない手法を取ることで
バンドを長く続けていくつもりだったそうです。しかし予想外のブームが起こり、テレビで顔を出したのをきっかけに子供の集団に追いかけられたり、電車で知らない大人に近寄られたりなど、初めての苦痛を経験。当時について細野さんは、迂闊に変な世界に入り込んじゃったなと思って相当ショックでしたと語っています。高橋さんは他のアーティストのライブを見に行った時、観客に気づかれてしまい、洋服やアクセサリーを破壊されたことも。とりわけ坂本さんは目立つことが好きではなく、街中で自分の名前を呼ばれるストレスに耐えられずに、10ヶ月ほど自宅に引きこもり、幻聴や幻覚にも苛まれていたそうです。このようにして、世間での YMO の存在が大きくなるほどに、3人の生活は窮屈なものに変貌。また人気が高まることで、アルバムの発売やツアーなどのスケジュールをレコード会社に決められるようになり、それによって休む暇もなく活動し続けなければならない疲れや、自分たちの好きなように活動できないというストレスも生まれていきました。自叙伝で坂本さんは、自分の思い通りにならないバンド活動の根本的なストレスは YMO ブームという環境のストレスと結びついてどんどん増幅していきましたと話しています。そして行き場のないストレスを細野さんに向けるように。細野さんも当時について、息子の反抗期に巻き込まれているという感じを受けたことがありましたと10回メンバーにとどめを刺したのは、1980年に行われた2回目のワールドツアーでした。全15公演をおよそ1ヶ月でこなすという過酷なもので、ライブと移動の往復で3人は精神的にも体力的にも参っていたといいます。このように外出も音楽活動も自由にできない苦しさや疲れを抱えたことで、コミュニケーションが減って些細なことでも喧嘩してしまう状態に。メンバー内に確執が生まれ、やがて解散を選択しました。実は1980年に開催された2回目のワールドツアーの前に、 YMO 解散をレコード会社へ提案していました。メンバーも疲れ果てていて、ポジティブな考えが浮かんでこない、メンバー同士のコミュニケーションが取れなくなってきたと細野さんは語っています。しかし悪い雰囲気が漂う中でも、すぐ解散せずおよそ3年粘ったのは、 YMO でやりたい音楽がまだあったからだそうです。音楽で自分のやりたいことをやっちゃえば誰も絶対についてこないだろうと、高橋さんが後にインタビューで話したように、自分たちで YMO ブームを終わらせようと働きかけるようになりました。そうして世間受けや売り上げを一切考えずに制作したアルバム BGM が発売されて以降、彼らの思惑通り YMO 人気は落ち着いていきます。それでもまだ何かやり残したことがあると3人それぞれが感じていたとインタビューで坂本さんが語っており、次のアルバムでは積極的にアイデアを出し合うように。それまで別々にスタジオ入りしていましたが、再び3人揃ってレコーディングする機会が増えていったそうです。新しいアイデアを詰め込んだアルバムテクノデリックの出来について、坂本さんは、3人でできることをテクノデリックで究極までやりきったと僕は思ったし、3人ともそう感じたと思いますよとインタビューで答えています。テクノデリックの制作で一度燃え尽きたと3人全員が話しており、それぞれの活動に打ち込むために1982年に一時活動を休止、そしておよそ1年後に再開し、 YMO を楽しく終わらせる目的でアルバム制作やライブ開催を行うとメンバー内で合意します。 YMO 解散後、メンバーはそれぞれの音楽活動に専念。しかし解散からおよそ10年後の1993年4月、 YMO 再結成の記者会見が開かれたのです。それまでにも再結成の提案をスタッフからたびたび受けていましたが、
個々の活動に没頭していたことや、YMO として新しい音楽を作るビジョンがなかったことを理由に再結成を拒否。しかし、スタッフからの根気強い説得に負けて、再び3人は顔を合わせたのです。再結成に対して細野さんは、10年の時を置いて YMO を終わらせる儀式を今やっているんだと感じたと話しています。しかし、YMO が再結成されてからも、解散前に存在した細野さんと坂本さんの確執はまだ解消されていなかったと、後に高橋さんがインタビューで明かしています。5月にアルバムテクノドンを発売し、6月に東京ドームでライブを開催したものの、再び YMO は沈黙することに。3人は YMO 以外の名義でも音楽活動を共にするようになります。2002年、高橋さんと細野さんがスケッチショーというユニットを組み始めた頃、その話を聞いた坂本さんが、二人だけで遊ぼうとするなんてずるいなと参加を申し出て、三人の新しいバンド、ヒューマンオーディオスポンジ、通称ハスが2003年に始動。YMO の東京ドームライブ以降、およそ9年ぶりの共演となりました。ハスとしてライブに出演しつつ、スケッチショーの活動に坂本さんが加わる形で三人が共演することもしばしば。ハス名義でライブに出演するうちに YMO との境が曖昧になり、2つのバンド名を組み合わせたハシモという新しい名義も生み出しました。ハスやハシモなどの形で活動していく中で、 YMO 解散前にあったメンバー内の確執は解消されていきました。坂本さんは、若い頃はうまくいかなかったけれど、年を取ったからこそまた二人と一緒に音楽ができるようになったと自叙伝に思いを綴っています。細野さんはバンド名の使い分けにこだわらなくなったことで、みんなの関係がフラットになったと話しています。YMO 解散前にはやらなかったライブ MC も3人で回すようになり、関係性は穏やかなものに好転。2007年と2009年には、YMO としてキリンラガービールの CM とポッキーの CM に出演し、代表曲ライディーンが起用されました。そして2009年からはバンド名義を YMO に統一するように。2019年にはイエローマジックショーを2度開催。3人の個人活動がメインでありつつも、機会があれば集まって新しい音楽を作り出していました。しかし、高橋さんが誤嚥性肺炎で死去。細野さんと坂本さんの仲を取り持っていた高橋さんが、いち早くグループから卒業することになったのです。盟友を失った細野さんは、幸宏の死は世界に影響を及ぼした。彼が海外のミュージシャンに与えた影響の大きさを今更ながら知り、高橋幸宏が、実は大スターであることが判明したとコメントを出しました。坂本さんも、高橋さんの訃報が伝えられた日、SNS にグレー一色の画像を投稿し、追悼の意を表しています。3人が集まることはもうありませんが、残してきた偉大な音楽の軌跡は、多くのファンだけでなく、ミュージシャンたちへの影響としても残り続けるでしょう。いかがでしたか？今後も懐かしい音楽業界の出来事や事件を掘り下げていきます。面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。